こんにちは東京マルイ新製品情報というわけでまあ私はね特にあのそういうコネがあってね製品情報なんかよくわからないけどまあホビーショップフロンティアの山中社長からねたまになんか話聞いたりとかぐらいなんですけどまあその中でね、まあ、最近ちょっとねイベントとかないじゃないですかあのホビーショー的なのも,もうしばらくね無理でしょうしショットショー的なやつとかもなので まあ私のね、数少ない知識を総動員して、雑談などしてみきたいと思います。この前ね、M45A1 ブラックモデルが出て、ボーパルバニーが出て、AK ストーム。あれなかなか良かったですね。また後日、あの屋外レビューはね、もう撮影してあるので、また紹介したいと思いますの、ね、で、よかったらご覧ください。で、やっぱり気になるのは AK のガス風呂ですよね。 まあ私の人ではもうちょっとかかるかなと。まあ、というのはまだあのやっぱりメディアさんんがやっぱ頼みなんですよねやっぱ雑誌系とかだとメーカーさんとかも早出しして情報を出,す出しているので、まあ、そこら辺見るとまだそれよりもグロック近いみたいですねグロックのジェネレーションフォ4ガスブローもう雑誌とか措置関係には配ってるみたいなので。 もう出るんじゃないですかね5月には堅いかなと個人的には思ってます。山中社長も「グロック思ったより早いですよ酒井さん」みたいな話をされてたので私の予想では次はねグロック17のジェネレーション4が5月えっ、ー、と情報公開してから2週間ぐらいはかかるらしいのでまあ。 そうですね。多分5月頭に発表して5月下旬ぐらいに出るのかなっていう気がします。でこれをめ見てる方で多分ね知ってる方もいるはずなんですよねただ、まあ、知ってる人は出せないですよね、まあ、もしよかったら「東京マリサの新製品でね次これが来るぞ」とかなんかお話話せる範囲でねよかったら。 お知らせいいけけれればばコメント欄ににていただければ参考になると思いますすでよろししくお願いしま,すまあそういう方は多分まああれですよねまあ口止めされてるしメディアとかのあれで出すことしか言えないとは思うんですけどまあ万が一ねまあ言えるよっていう方がいらっしゃるかもしれないんでよかったらお知らせください。ぐらいですよねあと何かありますかねバイオハザードのねあの新しいなんか何ちゃっけ、えー 新しいのあるじゃないですか3ってやつねあれのコラボ的なものも特にねないしまあこんなもんじゃないかなというまあボーバルバニーのね再販っていうのはもうなんか決まってるっぽいですよねなんでまあそこら辺は個人的にはまたちょっとしたらね手に入るかなっていう感じはしますね、まあ、というわけで AK のガス風呂どんな仕上がりになるか楽しみですよね というわけで、あかですけどあの、数少ない知識を <laughs> 皆様にお話してみました。ぜひね、他にも情報あると思いますんで、よかったらお知らせいただければと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。